こんにちは。今回紹介する美少女は森かすみさんです。森かすみアナは身長154センチ、スリーサイズ非公開、推定 E カットのトニウェイをボディです。この動画では森かすみさんの騙し画像、タンクトップ画像なんかのいいな写真を紹介しています。いいなと思った森かすみさんの写真があったら高評価ボタンやこの写真がいいなど熱い思いをコメントに出してみてください。タンクトップ姿、ショートパンツ姿、キャミソール姿など結構露出が高いショットが多めで素敵すぎです。2019年10月放送のスポーツバラエティ番マミスコ様初回に出演した際には特技であるというダンスを披露して、なこしつこいや着衣おっぱいを見せつけてくれました。内村のつぼる動画大賞に出演した際にも欅坂46のサイレントマジュリティのダンスを披露してくれました。普段は清楚な女子アナが激しく踊る姿はギャップが止まらないですし、ゆれゆれじゅうもゆれすし必見です。他にもよじこじデイズではお胸の大きさがあらわになる着衣お胸やハロウィンコスプレ姿脇チラを見せてくれたりと、今後は胸チラ谷間に感じろとお宝放送事故に期待できそうな新人女子アナです。今回はそんな彼女のエチッチなクラビアを見ていきましょう。アナウンサーとして活動している森かすみさんの生足やタンクトップの露出が高いクラビア画像の他に SNS 配信の着衣おっぱいなどなどのエッな写真をプロフィール情報と一緒にお届けします。テレビ東京を退職後はフリーアナウンサーとして活動している森かすみさん、直アナ時代にできなかったことや夫を晴らしているかのように活発的になっている森かすみさん、今回は彼女の生足も着衣おっぱいもショートパンツ姿やタンクトップ姿まで見せちゃったクラビアを簡単な経歴と一緒に動画を作ってみました。森かすみさん1995年6月生まれで東京都の出身、東京女子大学在学中セントフォースの関連会社でもあるスプラウトに新入賞し芸能活動開始。2019年4月テレビ東京に入社。同年6月頃からアナウンサーとして番組にキャスティングされ始め、同年10月からはあの人気番組「カカロケバトル」石尾司会者に起用され人気を集め、2020年1月からは土曜日のテーマ番組「ウイニングテーマ」石尾司会も担当。2023年3月でテレビ東京を退職し芸能事務所世事よい社則フリーアナウンサーに転身。2023年6月週刊プレイ5位でクラビアデビュー。フジテレビのレポリーグ、日テレのトントンデラックスなどバラエティ番組に出演をしたりと大忙しな日々を過ごしているようです。曲アナ時代にはできなかったことを見添えた魚のようにも見えますし、自身のインスタグラムも曲アナ時代にはできなかったような写真を配信するようにもなっています。なんと意外にも1年間の浪人時代を過ごしていたみたいです。こんなに可愛くてスタイルも抜群、女子アナという職業にもついてさぞかしエリート人生かと思えば、なんか親近感が湧く浪人というワード。浪人時代の1年間はいろんなことを考えたと思いますが、その苦労があったからその場に入れるんだと思わずにはいられませんね。ではガチアンの方々の激推しコメントを見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。また応援しましょう。